こんにちは、ダイスです。今回は現在行われている最強シリーズのインテレオン、皆さんがよく使っているのがこの夜猿だということが分かりましたので、今回の人気ナンバーワンこの夜猿を使って行ってみたいと思います。で、私が今作ってる子がやる気なんですよね。ただテラスタイプが格闘なので、今後ねテラスタイプゴーストの子を育成するとして、この子を特製パッチを使って夢特製の、はい、魔剣気にしたいと思います。1個持っておきたかったんですけど、ずっとね作ってなかったんですよね。なのでちょうど良かったです。はい、魔剣気で持たせる技が日本バレとドレインパンチ、この2つだけで大丈夫です。で、メトロノームを持たせてる状態になります。それでは行ってみます。立ち回りの方法としては、雪景色で雪状態になったら日本バレをして、その後ドレインパンチを連打という感じです。日本バレ下だと、日本バレが続いてるうちは吹雪の影響で凍りつかないですし、凍ったら凍ったで癒しのエールで回復させればいいかなと思っているので、特に何も用意していません。ただ持たせる道具をメトロノームにしておくことで、ドレインパンチ連打なので威力を上げていこうという考え方です。隠密マントにして凍らないようにするっていうのもありだと思いますが、早めに倒したいので、まあ、吹雪で凍る確率って 10% なんですよね。なのでそれが引かないように願うという感じにしたいなと思ってます。日本バレは5ターンなので、この間は絶対に凍らないんですよね。なのでその間にいろいろとやっていきます。涙目で自分の攻撃が下がっちゃった時に魔剣気でちゃんと上がってくれるので、ドレインパンチをね打つ時には威力が上がった状態で打てるという感じです。インテレオンからの涙目って多分2回とか初手かかったりすることもあるので、この辺りでね魔剣気が発動するのはとってもいいですね。お、当たらない。吹雪も命中が雪景色の雪状態だと 100% になってしまうんですけど、違う天気に今変えてますので命中がね下がってる状態です。これでドレインパンチを連打していきます。3回ドレインパンチすればテラスタルできるようになるので、格闘テラスなので、普通にねテラスタルドレインパンチという形で進めていきます。結構良さそうな感じしますよね。まだインテレオンの尾のところまでになってるし、時間経過と同じぐらいのタイミングでインテレオンの HP も減ってるので、いけるのは確定してると思います。ただどれくらい早く倒せるのかというところが初めてやるのでわからないので、楽しみなところですね。時間半分ぐらい残して勝てるのかどうかっていうところが注目かなと思います。できれば半分残して勝ちたいですけど、そうじゃなくてもね3分の1ほど残ってる状態だったら、今まで使ってきたインテレオン戦のポケモンよりも最速になるから、多分最速で勝てるんじゃないかと思うんですが、どうなんでしょう。で、今回ソロで来てるんですけど、マルチプレイでもこの方で使えるようになってるので、作ってなかったなっていう方や、やる気のこの夜猿で私みたいにテラスタイプが格闘で持ってるっていう方はちょうどいいので、特製パッチ使えるようだったら魔剣気に変えて、次のこの夜猿を作る時にはゴーストテラスタイプで作ってみてもとってもねいいと思います。時間経過遅くなりましたね。超えましたね。さすがメトロノーム。はい、半分。最強インテレオンの HP をこれで半分切りました。バリアも割れたので、ここからは早いはずです。すごい、どれくらいで勝つんでしょう。5分もうかからず回るっていう感じになりそうですね。バリアが終わると白い霧っていうターンが絶対に入るので、ここからもね変わらずドレインパンチは進めていくという感じです。涙目してほしいんですけど、してこないですね。残念。もうちょっと攻撃上げてほしかったんですけど、涙目ターンがなかったです。悲しいですね。負けん気にせっかくしてるのに。
まあ、PP はポイントアップとかで上げなくても10のままそのままで来れてますね。ギリギリにはなっちゃうと思いますけど、メトロノーム持ちだったら PP 上げずにそのままの10でちゃんとね容量が足りるという感じになってるのでいいかもしれないです。残り2、まあ、終わりますね。時間も半分だ。いや、これは早い。しかも安定してる感じがしました。1回だけ一番最初に2本バレをして、その後はずっとドレインパンチという感じでしたね。吹雪で凍るのが嫌だっていう方は多分隠密マントを持たせてる状態が多いと思うので、そういう時はPP がもうちょっと足りなくなると思うので増やしてくるのがいいんじゃないかなと思います。続いてちょっと気になってたので張り手山でも行ってみたいと思います。なんで気になったかっていうと、ドレインパンチ持ってればいけるんじゃないかと思っちゃいました。張り手山だと厚い脂肪で氷タイプの技半減ができるし、できればね腹太鼓してからのドレインパンチはしたいんですけど、できるかどうかにはよりますね。ただ格闘は抜群取れますし、自己回復しながら進められるのでいけるんじゃないかな。いや、何回かやってしまいました。張り手山ドレインパンチで回復はいいんですけど、テラスタルしたターンで狙い撃ちでやられてしまうので、多分なんですが張り手山で行く場合に限っては2本バレを切らさず行った方がいいのかもしれないです。2本バレがね切れたら狙い撃ちで急所に当たるで倒れちゃうことが多いですね。ということで今回はちゃんと勝ちたいので2本バレを切らさず、2本バレが終わったらもう1回2本バレをかけるっていうターンを作っていきます。 PP も増やしてきました。今ね16マックスまでポイントアップで増やしてきたんですけど、腹太鼓もかけたいので2本映え腹太鼓、これをしてからドレインパンチで進めていきます。一応地球投げにも入れ替えしてきたんですけど、ビルドアップはなんかやらない方向にしました。と持たせてるものの効果でクリアチャームを持たせているので、涙目で攻撃とか特攻が下がらないから抜いたっていう感じですね。上げても仕方ないので抜きました。その代わり一応入れた技はあるんですけど、先にテラスタルできるようにそれを打ってってやるとなんかターンがおかしくなってあんまりよろしくなかったので、 PP を増やしてずっとドレインパンチでいけるかなを確認したいと思います。ちょっとここで待ってようかな。時間経過でインテレオの尾のところを過ぎたあたりでステータスの、書き消しが入りますので、そこのターンで腹太鼓したい。うまくいくかな。待ってるっていうのも多分戦法だと思うんですけど、今これでせっかくの最初の腹太鼓がなくなったので腹太鼓かけます。吹雪外れてほしい。わー、来ちゃった。2本バレかだったから外れるかなと思ったんですけど入りましたね。これで腹太鼓ができなくなったのでしょうがないので、1回倒れてもいいから癒しのエールを1回だけ入れといて様子見ます。うまく立ち回りをやってみたかったんですけど、張り手山の場合は本当に読めないですね。何の技をしてくるのかっていうところが結構ばらけちゃってるんで読みにくいです。基本的には前半吹雪で多分後半狙い撃ちのパターンが多かったように思います。あともうちょっとでっていうところで狙い撃ちで倒れてしまうことが多かったんですけど、今回は突破したいです。 5! 2本バレだけ置いて倒れよう。うん、倒れるようにします。一応まだ時間もあるので一回倒れて戻ってきたら腹太鼓にしようかな。なんかこっちの方が効率がいい気がしますね。我慢して場にいた方が削れないというふうにさっきもなっちゃってたので、
頑張ってやってみますが、うまくいかなかったら悲しいです。戻って腹太鼓、一回わざと倒れてからの腹太鼓がいいかな。クリアチャームも持ってるので、時間が半分になった時の涙目とかも全然いけますね。ここから反撃していきます。時間が半分にはなってしまってるんですけど、腹太鼓マックスからのドレインパンチが打てるので多分いけるはず。お、麻痺もついてる。腹マリーが多分いてくれると麻痺つけてもらえるんですよね。よし、オリーバのケンイチ君がいてくれてもよかったんですけど今回に関しては威嚇のサポートポケモンがねあんまり意味がないので、威嚇じゃなくて麻痺つけてくれるタイプとか、あとは回復をね入れてくれるオリーバとかいてくれると進めやすいのかもなと思います。これでテラスタルして、ずっとドレインパンチをします。で、日本バレがなくなったターンに関しては日本バレをちゃんとかけてから進めていこうと思います。私の勘なんですけど、後半になってくれば来るほど狙い撃ちをしてくるっていう確率が多分高くなるんですが、その時に日本バレがかかってると狙い撃ちじゃなくて吹雪とか他の技をね入れてきてる気がするんですよね。まあ、5回くらいやってるんですが、5回ともテラスタルしたターンで狙い撃ちでやられちゃってるので、なんとかねされないようにっていうのをやってみたところ、日本バレがかかってればやらないということが分かりました。で、吹雪になったから変えた方がいいかな。いや、痛くないから変えなくてもいいんですけど、やっときますか。いや、時間の余裕もあるので上書きしちゃいました。多分必要なかったですね。張り手山でソロ活をするというのは基本的にはおすすめしませんが、できないことはないので、いろいろ試行錯誤しながら勝ちたいっていう方はいいかもしれないです。ただ今何回かやってみた感覚だと、この立ち回りで絶対に勝てるっていうパターンが見つけられなかったんですよね。なので安定して勝つんだったら今のところはこのヨザルが一番、私の中だとこのヨザルが一番、2番目が鉄のカイナかなという感じですね。いやー、勝ててよかったです。はい、残り時間も余裕はないけど、まあいけましたのでよかったということで、今回は張り手山とこのヨザルで行ってみました。張り手山に関してはさっきちょっとお伝えしなかったんですが、今攻撃と特防がねあんまり振ってない方だったんですけど、攻撃と特防だけを振るっていう方だったらもうちょっとやりやすいんじゃないかと思いました。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you。